ごくそらです。今日はね、ここの椅子の上にちょっとまたがってみたらね、なかなか具合がいいんだ。今日はここで沈もうかなと思ってます。でもね、寝るときはね、コウ君のおっぱいなめなめしないと寝られないからね。コウ君のところ行ってね、いつもお昼寝するの。コウ君、今日はどこにいるのかな、探してこよう。僕、コウ君です。今日も暑くいいよね。どこが一番涼しいか、お家あちこち行って探してるんだけど、今日はね、テーブルの下が涼しいみたいで、ここにいるの。他のみんなはどこ行っちゃったのか知らないけど、ここが一番涼しいんだ。ソラ君と一緒にいるとね、ソラ君、僕のおっぱい舐めてくるからね、嫌なの。リンです。あのね、子猫たち、すぐ慣れちゃってね、お友達になってからね、僕とよく遊ぶんだ。走り回ったりして、かくれんぼしたりして、で、時々ね、すり寄ってくるからね、なめなめしてあげるの。なんかね、僕の、ベロはね、ギザギザだからね、なんか気持ちよさそうにしてるよ。私、メイです。本当に毎日暑いよね。なんかさ、猫って毛皮はずっと着てるからさ、夏は参っちゃうんだよね。私、玄関のタイルの上でコロコロ寝っ転がるのが好きなんです。それにしても、リンちゃんはよくあの子猫の面倒を見てるよね。私、めんどくさいからね、見てるだけなの。寄ってくるとちょっと舐めてあげるだけ。